大輝。他のチーム行ったら交互に出てもらってビデオ撮るから。高台ちょっとやっぱり前半足んねえぞ。和樹、タクも一発でガチッと決めて、その先膝だけ倒していくみたいなのをやめて、柔らかいトライね。ちょっと力まないで柔らかく柔らかく前半作って距離取って滑ること、いいですか。はい、はい、タク。他のチームいたら間入ってもらってね。はい、量も体の動き大きめね。しっかりしっかりターンの最後しっかり作ることね。そうです、お願いします。はい、カホも柔らかい動きしっかりね意識すること。ターンの前半ちょっとスタンス広くなってちょっと膝中入っちゃうことあるからね。ターンの前半から内足もしっかり使えるように、内足の距離しっかり内足を超えて内足遠くにね意識できるようにね。はい、はい、カホ。はいです、お願いします。スプレー上、横にならないように。はい、萌もさっき言ったように、ちょっと上からね、カービング描いていかないと、体浮かさないとターンの前半作れなくなっちゃうからね。そこだけちょっと注意してね。ちょっと待っててね、ポール抜けたから。はい、もう疲れた。いいです、お願いします。はい、ミユも前半の距離感だよ。ちょっと前半近いとまっすぐになるよ。意識して前半の距離感、山側へのコントロールね。はい、ミユ。これぐらいの距離感いいよ。
はい、ゆきなも回しすぎず、ターンの前半スキー振らないね。しっかり大きくなってスキーたわませるようにね、前半から意識してずらさない。前半左肩引かない。左肩引くな。引くと右肩落ちるぞ。左手出す。ごめん、ちょっと聞こえない。今聞こえなかった。誰？剣先行きます。お願いします。近い近い。ポール、まっすぐだ。うわー、危な。危なー。あほ。もういいです。お願いします。はい、もうちょっと待って。はい。もういい。やっぱ前半ちょっと足んねえぞ。はい、前半かなり短いけど、しっかり、もうちょっと上作れると後半もっと楽なんですよ。はい、ちょっとこちらの回数こっちの方はやっぱりちょっと右側が内蔵するのとインコース突き過ぎだと思って、ちょっと行き過ぎだぞ。外装をしっかり取って、はい、今のはまっすぐだぞ。ミュー、ゆきな。はい、高田選手はここの中間の画面下のところだけね、かなりまっすぐ行くことみたいだから、ここでもう一回ライン取りを修正して入りますよ。打ち方下がりすぎだ。左こっち、はい、岩から。はい、岩こっち見た感じだと切り替えでもう少し腰を上げてこないとカバーにばっかりになってるぞ。はい、カズキ、ほら体回る。はい、こっち。まっすぐだ、そこ。はい、こうできます。お願いします。1回で回す、1回で。はい、飛び越しアドバイスお願いします。あまり見えてなかったので。はい、いいか。切り替わった時、内側の手、高台。はい、タクモ。いいか、傾きだけじゃなくて、しっかり両足スキー乗っかって、必ずお尻上げるんだよ。上げる。もうちょっと大げさになってもいいから、しっかりお尻上げて捉えてくるね。
もうちょっと楽に乗ってきていいから力まないで。はい。たく。量もポール過ぎるときな、過ぎた後だな。ちょっと外の腰やっぱ前出ちゃうからね。それ前出さないで、ちょっとやっぱキープだよ、外。ね、キープしといてパチッと切り替える意識持てよ。はい。よ。はい。どうぞ。どうぞ。これ、フォローの設定今してちゃっていいですか？はい、さっき中間から。わあ、また遅い、もうすでに遅いぞ。そう、一つ目をしっかりしないと二つ目もできないからね。じゃあもう一人行きます。もうえ、中間から。ゆきな行きます。はい、ポールラストだからね、しっかり集中して、さっきは下良かったからね、距離感持ってしっかり前半作る、後半しっかり乗る、体回さない。はい。はい、ゆきな。はい、カホ、さっきもちょっと後半きつくなりすぎて、前の溝とかね、ちょっとちっちゃなウェーブとかにやられてるからね、どっかきつくしなきゃいけないようなターン構成にならないように、もっとスムーズにリラックスして滑れるね、リラックスとインパクトしっかり持てるようにしよう。ラストね。はい、意識してね、ラスト1本集中して。はい、カホ、はい、ちょっとやっぱスタンス開くな、最初が落ちるとスタンス開くね。腰が折れてしまうと、せっかく溜めた力がどっか行っちゃうんだよ。だからしっかり腰で折らないで、しっかり最後までね、その帰りをトランポリンのようにもらう、そういう意識を持ってスキーの帰りを使って滑る意識しよう。ラスト。はい。はい、大輝ね、かなり今のはまっすぐ入ってきてるよ。やっぱ体引けるのと、やっぱ体外に向けすぎて早く噛んじゃうんだよ。だからもっと内に動いて外向けだからね、外に動いて外向けになるとだん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 まっすぐなってくるんだぞ。内に動く意識、内に動いて外向け取る、スキー外をしっかり出す。入ってたとしても後半やっぱり体ちょっと回ってお尻落ちることが多いね。だやっぱりあんまり体中までこう回してこないっていうさ、手入る癖があるから、それをやっぱりしっかり抑えていかないとダメだよ。外は外で終わる手ね、大きい動き。はい。はい、まっすぐだな今のは。ほらまた残ってる。こうだよ、さっきだいぶ良かったよ。あれぐらいエルボーターン意識しないと、エルボーターン意識してるときは内側抜けないよ。こうだい。おい、あそこで流れ消しちゃダメだな。こっちだいぶ距離感いいけど、こっちが距離感悪いな。左ターン、お前は良かったのにね。カズキ、そうそうそう、いい距離。はい、量もな、ターンの前半やっぱり一番最後にお尻落ちた状態から変わってる時は足ガクガクなってるよね、やっぱり。だからやっぱり最後にお尻落ちた状態から前半作りに行かないようにできるこうやり方ね。ちょっとまっすぐ入りすぎてる。よし、戻した。もう調子上げろ、最後。